ポスト米英時代。全、括弧、極東放送網、米軍は今年で解散。全米を中国連戦が包囲。中ロが優勝セールを開始。あえて 11.11 に見せユダヤを退治するそうである。投稿者ポスト米英時代日時2013年11月07日13時間39分11秒。全、括弧、極東放送網、米軍は今年で解散。全米を中国連戦が包囲。中ロが優勝セールを開始。あえて 11.11 に見せユダヤを退治するそうである。見せユダヤは、モーゼの実戒を否定する意味で11を好むそうだが、それ自体がガキの発想で呆れるな。それで911や311を、大安みたいな意味で起こしたわけだな。今度は、中ロが、仏滅のような意味で 11.11 に連中の退治をするそうで、囚人服は全員背番号11にしてやれば喜ぶはずである。モーゼの実戒は宗教ではなく、若い時悪だった原始人のじいさんが、これだけ守れば、わしみたいな苦労をせんでいいはずじゃという道徳で、すべての宗教団体は見事にその教えを破っており、つまりは一つとして必要がないということである。ニセユダヤが、すべての宗教廃止を NWO で打ち出しているのは、年中の先祖が改ざんしまくってきて辻褄が合わなくなり、一度チャラにして、再度背筋経を打ち立げようというもので、もちろん背筋経もブーである。千といえば、マルクスを読まされた理系に、これも聞けと言われたものだが、逃げることができず私の思いついた作戦は、クレヨンしんちゃんにネタをパクられたが、お経のように聞きお経のように読みなるべく脳みそを疲れさせないというもので、なんだあかんだ、どうだこうだと言っているし、書いてあるという風に脳内で変換したので、門前の小僧、習った経を読めずというわけだな。極東のアメコを向けの娯楽ラジオや、ニセユダヤの共産主義詐欺を、本能的に拒絶していた私もなかなかのセンスである。米軍の解散というのは、明日からみんなが風俗店の店長や、コンビニのバイトになるという意味ではなく、どうやら国連軍に移行するというような意味だと思うが、中ロ厳選に全米を包囲されたり、第二第三のスノーが後を絶たない状況では、ニセユダヤもやりようがなく、マー君と島のバッテリーのような、中ロの使い分けは最高で、まるで沈黙の艦隊実写版という感じである。そして、セコイ三木谷の楽天セールは、予想通りクレームが発生しているな。中ロも横綱同時昇進セールとして、大規模な世界投資を始めたようで、その効果が氷河期世代の財布に届き、安心して昼飯を食べられるようになるのももうすぐである。少し気になったのが、ベンも宇宙人詐欺を容認し始めたようなくだりがあったが、激変緩和のために、ヒル的に使っているのだと思うが、お花畑系とリンクしていくようだと問題である。ポスト米英時代、上海自由貿易試験区は、米国の TPP 詐欺への痛烈な皮肉である。これが世界標準となり、世界の中心は極東になるのである。投稿者ポスト米英時代日時2013年11月07日17時間36分57秒。上海自由貿易試験区は、米国の TPP 詐欺への痛烈な皮肉である。これが世界標準となり、世界の中心は極東になるのである。TPP 詐欺は、NWO 詐欺の前段としてのブロック経済化にあったが、その先駆けが EU だったが、ご存知のようにグズグズで、むしろ、欧州の結束を強めただけで偽ユダヤの狙い通りにいかなかったわけだな。TPP 詐欺はそれをさらに劣化させてというか、お子様ランチみたいに米国に都合よくルールを定めた合法的な強盗のようなものだな。お前は売れないように高く売れ。それと俺が売りやすいように軽自動車なくせ。あとどっちにしろ訴訟を起こして賠償金もがっぽりもらうからなとか、幼稚園の番長みたいなことをいい大人がやるわけだな。要は商人を装った強盗であり、モンスター客を装った小食というわけで、巧妙さもなく偽ユダヤも落ちぶれたものである。そこへ中ロが、わしらも仲間に入れてや、ISD とかいうの、わしにも突きつけてくれやと殴り込みをかけてくるのも面白かったな。どうやらバカは相手にせず、こっちのニーズ派甘いぞ、そっちのニーズ派同区だぞ作戦で、上海で本当の自由貿易試験区をオープンして、TPP 詐欺のバカさ加減を炙り出す作戦のようである。そして、参加国が ISD 詐欺に引っかかった瞬間に、水戸黄門の印籠を借りてきて、ジャーンと登場し、プーさんやつけちゃいなさいと命じて助けてくれるというわけである。というか、詐欺交渉も大詰めだが、ぼったくりキャバクラの隣に、明朗会計キャバクラをオープンしてしまうわけだから、地震や津波や台風で脅かされて、無理やり会員にされた国々が、こっちのがいいよと逃げ出すのは明らかで、最後に残るのは日本だけというのが私の予想である。年中がバカなのは、日本を騙す前に、韓国に ISD を使ってしまったことで、そんなことをすれば世界中が身構えるのは当然で、ただでさえ潰れそうな国が主催するかとか、覗き魔盗聴魔と組むの不安とか思われている中で、詐欺の肝の部分を先出しじゃんけんするとか、バカすぎるのである。日本がサンドバッグ担当になり、ロシアがマサカリキックでゴールを狙い、中国が鉄壁のディフェンスで連中を封じ込めれば、ニセユダヤ時代の終わりは確実で、ロッキーも第2話からはいいことがあるのだから、今回は日本は殴られ続けても立ち続けるのが役割である。プーです、周作です、南春夫でございますのレッツゴー3匹作戦である。ポスト米英時代、アラファト毒殺が確定し、ニセイスラエルがイランに白旗、中心国 FTA 活発化、ニセユダヤの植民地的貿易協定の時代は終わりである。投稿者ポスト米英時代日時2013年11月07日21時間19分3秒、アラファト毒殺が確定し、ニセイスラエルがイランに白旗、中心国 FTA 活発化、ニセユダヤの植民地的貿易協定の時代は終わりである。ニセイスラエルが、戦争詐欺をふっかけたイランとのテーブルについたようで、もちろんプーチンが、座らんか言われーと座らせたわけだな。教師が私をギザギザの畳の上に座らせて、
石垣の刑を執行したのと同じでイヤイヤテーブルについたわけだな。これで中東戦争詐欺はできなくなったということである。その決め手となったのがアラファト毒殺で、その手法で殺された者が大勢おり、あれもこれもそれもお前だったんかいということになり、加害者のくせに被害者の先頭に立って降ってきたシオニズム詐欺を続けることが難しくなり、それに加えて回収偽ユダヤがシオンの都を懐かしむのっておかしくねと、あちこちから指摘されて、偽ユダヤ批判禁止法だけでは、かわしきれなくなり席に着いたわけだな。そもそも血統ユダヤの恩人であるペルシャと喧嘩すること自体に無理があったのであり、所詮は分家の婿養子が本家を名乗るみたいなことは、無理があったのである。中国が全世界的スワップを結んだのに刺激を受けてか、偽ユダヤの頭越しに、中心国が自由貿易協定を結び始めたな。これからドル抜きの当時国貿易が活発化し、すべての財やサービスが無料化に向かうはずで、TPP 詐欺は発行しようがしまいな。ほどなく消滅していくのは確実である。もはや、東インド会社時代の手法は通用しないのであり、オイルマネーもドル抜きが活発化しているようで、代替エネルギーやフリーエネルギーを待つまでもなく、エネルギーの無料化が始まったようである。年中の国家相手の闇金商法や、買い占め売り惜しみという手法がバレて人類の我慢も限界に達し、詐欺商法のビッグバンが近いようである。